はい、こんにちは、ロキです。今回はですね、先日なんですけれども、僕がですね、都内の方に行ってきまして、で、コーチングの方ですね、受けてきたんですけれども、どういったコーチングかっていうと、僕がいつも情報発信させてもらってる、無意識の話だったりとか、無意識のコントロールですね、であったりとか、あとはですね、その無意識で、無意識でね、何を本当に望んでるのかっていうことをですね、引き出してくれるコーチングで、さらにその無意識をね、引き出して、本質的に自分が何をね望んでるかっていうのをね、引き出すと、結局、引き寄せも起こりやすくなるというようなね、お話の、コーチングをですね、2時間で3万円だったんですけど、かなり安いなっていうふうに思ったんですけど、コーチング受けてきてですね、で、いろいろとその2時間でね、僕もお話しさせてもらって、で、やっぱり僕も結構勉強してる方だったんで、相手の方がですね、ただの素人じゃないですねということで、いろいろその無意識について僕が勉強してきたこととか、あとはそのマインドのことですね、マインドのことで、引き寄せのこともそうですけど、そういったものも含めてね、いろんな本を読んで、勉強したことだったりとか、自分の実体験でね、いろんなワークをやって、経験したこととか、そういうことも全部話してですね、話してるうちに、もうコーチやったらどうですかというふうに、言われてですね。で、僕自身も、そういったマインドの部分のコーチっていうのは前々からやりたいなっていうふうに思ってたので、ただね、具体的にじゃあどういうふうな、形で、お伝えしていったらいいのかっていうのがね、自分の中でも体系立ってないっていうところで、その部分をね、ちょっと学ばせてもらおうと思いまして、そのコーチの方にですね、コンサルというか、コーチングを本格的にね、お金も数十万単位で支払って、本当に何回かに分けて、その方の場合は、催眠療法っていうのを使ってね、無意識の状況をね探ったりとか、本質的にどういったものをね、僕がやりたいのかとか、なんていうんですかね、お客さんがね、どういう本質的な願いがあるのか、願望があるのかっていうのを引き出す人なんですよね。で、本当にもうやってる人数というか施術した方の人数も1000人は超えてまして、2000人ぐらい多分やってる人なんですよね。だから結構実績の方もやっぱりしっかり、ある人でですね、でやっぱりその辺の知識もかなり詳しかったというところで、話してて僕もすごい楽しかったんですよね。何のことだかさっぱりわかんないっていう感じよりは、自分が勉強してきた言葉とか、自分が体験したこととか、そういったものがね、かなりリンクする部分があって、その中で、実際にね、自分が講師、コーチとして、人に伝えていくっていうことは僕はやったことがまだなかったので、身内の人とかね、友達とか、興味ある人にはね、サクッと教えたりとかはしてたんですけど、知識の範囲という感じでね、お伝えはしてきたんですけど、もうがっつりね、そういうコーチで、お金もらってやりますみたいなのをね、僕もやってなかったんで、これを機にちょっと勉強してね、本当にそういったマインドの部分で、人生激変する人がやっぱり出てくると思うので、僕自身もね、本当にここの部分すごく重要だなと思ってて、どんだけね、稼ぐツールっていっぱいあると思うんですけど、何でもいいんですよ。物販でもいいし、投資でもいいし、普通にね、実店舗構えて、何かね、サービス業するでもいいし、何でもいいんですけど、そういった稼ぐツールっていうのは世の中たくさんあるんですけど、それを使いこなす側のね、レベルがやっぱり上がってないと、やっぱりその 100% ね、使いこなすことってのは難しいと。で、これはあくまでも、自分の中の問題でしかないというか、本当に、いい武器をもらってもね、使いこなせないレベルだと結局もったいないというか、
どんなに素晴らしいものに出会ったとしてもそれ生かしきれないっていうような状況になっちゃうんで、僕自身もね、まだまだそのマインドをね勉強してるとはいえ、盲点というか、まあ、スコートーマがねやっぱり絶対にあるので、まあ、そこの部分を強烈に詰めていけばね、僕自身のレベルもさらにアップして、でそれが、まあ、僕自身のレベルがアップすればね、当然周りにいる人たちにも影響が必ず出てきますから、周りの人たちもレベルアップしてっていうような状況がね、待ってると思いますんで、そういった意味でもね、僕自身の能力を高めようと、で本当にそのコーチングっていう分野でですね、少しでもね、まあ、ご興味ある人とかね、たくさんいると思うんですよ。まあ、今のこの世のご時世ですから、物はありふれてね、サービスもありふれてる中で、やっぱ自分自身をね、成長させていくと、自分自身の中身を改革していくっていう分野っていうのは、これから絶対に流行っていくというか、必要とされる職業だというふうに思ってますし、確信してるので、その部分を、まあ、極めていくっていうのはね、すごくいいことだなっていうふうに思ったので、まあ、僕自身はね、ここには本当にもう投資して、時間もね、かなり、かけて勉強してますし、まあ、お金もね、それなりにもう投資はしてます。もう本当に数十万、数百万単位でね、投資したりとか、してますんで、まあ、そういうふうに投資して得た知識っていうのはね、やっぱり自分の血肉となりますから、まあ、人にお伝えするときもね、かなり説得力が出てくるかなというふうに思ってますんで、まあ、そういう意味でね、まあ、次の、まあ、ステップというか、僕自身の基礎能力自体をね、さらに引き上げたいということで、ちょっと学ぼうかなというふうに思いましたね。で、もう本当に、まあ、ここの、まあ、その時話した中でね、まあ、意見がぴったりあったところって本当にいくつかあったんですけど、その中でもやっぱり本質的に自分がね、やりたいことをやれてるのかっていうことですよね。今現在自分が取り組んでいることっていうのが本当に自分のやりたいことなのかっていうのってやっぱ分からないと思うんですよ。それって、まあ、意識の中でどれだけね、自分がはっきりとこう認識できる意識の中で、自分は絶対こうなんだっていうふうに思っていたとしても、実際にその、まあ、奥深くに眠ってるね、無意識のレベルで言ったら、実はそれは望んでなかったりとか、っていう矛盾が生じててね、苦しんじゃってるっていう場合も、多々あるわけなんですよね。で、それってやっぱり自分の中で、自分自身に問いかけてね、本当にそれが、一致できるような、能力があればいいんですけど、僕自身も結構迷うことってあるんですよ。どんだけ勉強して知識を入れたとしても、やっぱり自分自身だとちょっと よくわからないというか、人の力を借りないとそこが解明できないっていうところっていうのはすごくやっぱりあるので、まあ、なので、僕自身がね、自分だけで解決できる問題だったら、もちろん、人をね、人にお願いしてってことはしないんですけど、まあ、今回の話っていうのはね、まあ、知識もそれなりに蓄えてきてるし、ワークもそれなりにね、年月かけてやってきてるし、で、その中で、見えてきたスコートーマがあるからこそ、そこにやっぱり価値があるというか、それを、指摘してくれる人っていうのがね、身近にいるっていうのがね、すごく価値があるなっていうふうに思ったんで、なので僕は今回投資しようっていうふうに思った、次第なんですね。だからその人その人によって、段階っていうのがやっぱありますし、まあ、本当に知識をつける段階から、まあまあ最初からね、全然お金払って学んじゃう人ってのも全然いると思うんですよ。まあ、僕も実際お金払って学びましたし、まあ、自分自身でこう考えてやっていくっていう人もいると思うんですけど、まあ、僕はもう専門家に任せたとは早いっていうところでね、知識を得るっていう意味でもそうですし、まあ、ワークなりなんなりね、やることっていうのは絶対出てくると思うんですけど、まあ、そういったものも含めて、やっぱり、知ってる人にお金を払うっていうことですよね。それが一番早いっていうことに、気がついているというか、知ってるので、まあ、中にはね、2時間で3万円ちょっと高いんじゃないですかっていう人もいるんですけど、僕からしたら全然安いというか、普通に手が届く金額だし、まあ、普通にね、まあ、相場をどこに持っていくのかっていうところなんですけど、まあ、僕自身の考えとしては、そういったまあ無意識の話とか、まあ、あとお金を稼ぐこととかね、そういったことっていうのはね、基本的に、なんていうんですかね、幸せとか、自分の、まあ、なんていうんでしょうね、
もう本当最終的に言うと、まあ、幸せになりたいっていうところにすごく近い位置にあるものだと思ってるんで、でそういうものに関してはもうお金っていうのはね、まあ、お金に変えられないと僕は本当は思ってるんですよ。だから逆にお金に変えられるってこと自体がすごいことだし、まあお金で変えられるんだったらもう変えるっていう感じですよね。うん、だからもう決してこの2時間で3万円っていうのは全然高くないと、いうふうに僕は思いました。うん、で実際にやっぱり得るものっていうのはありましたしね、うん、やっぱり可能性を感じたというか、うん、なので本当に僕自身もね、またさらにそういった分野を勉強していこうかなっていうふうに思いましたし、やっぱりその引き寄せ一つとってもね、片一方からだけ、まあ、例えば何かの本でね、引き寄せの法則って言って本を読んで、まあ、何でもいいんですよ、ザ・シークレットとかでもいいですし、まあ、そういうので引き寄せを知りましたっていう人とね、じゃあ引き寄せっていうのはシークレットだけの中で説明できてるのかっていうとそうではないわけですよね。うん、まあ、他の本とか読むとね、まあ、いろんな解釈があって、引き寄せの説明の仕方も違うし、うん、で科学の面で言ったら量子力学とかね、そういった側面から見るとまたちょっとね引き寄せに対するその見方っていうのは変わってくるわけなんですよ。だから断片的に一つの方向から見て物事を解釈するんじゃなくて、いろんな方向からやっぱり見ていくってことがすごく大切なんですよね。うん、まあ、カメラ転売一つ撮ってもそうです。うん、まあ、教えてもらったことっていうのをね、一つ自分のやっぱりフィルターをかけてそれを見てしまうので、その人は本当にどういうふうにやってるのかとか、細かいところまでやっぱり知っていかないと、やっぱそういう目指してる人にはなれないわけですよね。だから細かく知るっていうのがすごく大事で、あくまでも自分のフィルターっていうのはなるべく通さないようにして、その人がどうしてるのかっていうのをもう純粋にやるっていう感じですよね。うん、だから自分のフィルターというか、その物の見方、まあ、教えてもらったことに対して一つの方向から見るんじゃなくて、それで解釈して納得するんじゃなくて、もうちょっと角度を変えてみてね、見てみたりすると意外と違った答えが見えてきたりして、うん、全然自分でまだやれることあるなとかに気づいたりね、ちょっと行き詰まっちゃってたりなんかすると、自分の今の見方だから行き詰まるっていう答えが出てるだけであって、ちょっと本当斜めから見たらね、全然突破口あるじゃんってことってたくさんあるわけなんで、行き詰まるのっていうのは早すぎるわけですよね。うん、だから本当にいろんな方向から物事っていうのは見ていって、で一つの物事を解釈していくっていうのはすごく大事かなと。そうするとやっぱりね、解釈が変わると、やっぱ考え方も全然変わってくるんで、うん、そうすると本当に何て言うんでしょう、本質的なことに気づくとやっぱり継続ができるようになったりとか、本質的なことに気づかないとね、やっぱりちょっとこれってやってて大丈夫なのかなみたいな、すぐ不安に駆られちゃってブレブレになってね、最初やるぞって思ってた気持ちがなくなってしまうみたいな、うん、ポキッと折れちゃったりとかね、いやそれって本当に本質を見てないというか、目先のことだったりとか目の前にあることだけを見てね、判断しちゃうっていう悪い癖がそこから生まれてるものなんで、そういう癖をやっぱなくしていくためには、一つの方向性から捉えるんじゃなくて、いろんな角度から、起きてる現象だったりとか、まあ、教えてもらってることとか今置かれてる現状っていうのを見れるようにしていかないと本当に苦しくなってしまうので、まあ、そういった意味でもね、こういったマインドのことを勉強しておくとね、いろんな角度から見れるようになってくるんですよね。うん、まあ、例えばお金がないっていう現状がね、あるとしたら、お金がないから、苦しい終わりじゃなくて、何かお金がないってことに対して学ぶことがあるんじゃないかっていうふうに考えることができたりとか、うん、まあ、なんか苦しい状況、要は思うようにいかない状況って絶対誰でもあると思うんですよね。僕自身もあります。こういう風になるだろうって思ってたとしてもならなかったってことは結構やっぱあるんですよ、現実として。だけどその現実が起きたってことはやっぱり何かを学ばせてくれるために起きてるんですよねって僕は解釈するんですよ。だから何か思い通りにならなかったからダメなんだっていう解釈をしてしまう人と、まあ、僕みたいに 何か思い通りにならなかったから何か考えさせることがあったんじゃないか、何かプラスにできることがあるんじゃないかっていう風に考えるのとでは見てる方向性が違うわけですよね。もちろん何々ができなかったからダメなんだっていうね、見方も当然僕はできるんですよ、当たり前ですけどね。だけどその見方をしてるとダメなんだってことに気づいたから違う方向から見てみようっていうふうに考えて、結局そのダメなことから学ぶことって何かなかったのかなっていうような考え方をするっていうね、その方向性が要は
起きてる現象は変わらないんですけど、自分の見方が変わったわけですよね。正面からしか見なかった自分が後ろからも見れるようになった。うん、でこのことによって、一つ起きてることっていうのがね、価値が生まれるというか、自分の中で価値を見出すわけなんですよ。だから人生無駄はないとかっていうふうに言いますけど、本当の意味ってそういうことなんじゃないかなって思うんですよね。うん、結果的にできなかったとか、自分にとって思い通りに、要は思い通りにいかなかったってことってですよね。思い通りにいかないことなんてたくさんあるわけなんで、で、ただその度にね、自分自身を、卑下したりとか、落ち込んだりとか、うん、誰かを憎んだり、恨んだりとか、そういうふうにしてると、結局自分の中にね、突破口があるにもかかわらず、やっぱりなんか他者のせいにしたり、人のせいにしたり、何かのせいにすることによって、結局自分の成長っていうのは、一切できないと、うん、いうことになってしまうんで、必ずね、そこの自分の成長ですよね。結局自分を成長させることでしか周りは変わらないので、自分を変えていくってことがすごく大事なんですよね。で、その自分を変えていく一つのポイントとしては、やっぱり見方をね、複数持てるようになる。一つの現象、要は変わらない事実ってあるわけですよ。変わらない事実に対して、自分がその事実をどう見るかっていうのを意識して、生きていくってことですね。うん、そういうことを訓練してやっていくと、本当にいろんな角度から物事を見れるようになって、で、もう本当に、単純的な考えに陥らない。何々ができなかった、思い通りにできなかったから、テンションがへこむとかね、そういうこともなくなってくるし、要はそういう短絡的な考え方だとへこむんですけど、いやでも待てよと、何か、プラスになることはないかっていうことをね、取り入れることによって、全然テンションが落ちなくなったりとかするわけですよ。うん、なのでこういうふうに物事っていうのは、起きた事実、起きてる出来事は変わらないんですけど、自分の見方を変えることによって、価値が生まれたり、価値が生まれなかったりっていうのが決まってくるってことですね。うん、なので本当にここの部分っていうのはね、多分今僕がこう話してても意味がわからないっていう人も当然いるでしょうし、逆にちょっと勉強してる人だったらなんとなくわかるっていう人もいるでしょうし、逆にああその通りだよねっていう人もいると思うんですよね。うん、で僕は本当にこういった部分をめちゃくちゃ勉強して、本当に人に伝えれるレベルですよね。まあ伝えてるんですけど、それを本当にお金をもらってちゃんと人を格変できるようなレベルにまで持っていきたいなっていうふうに思ってるんで、なので今回ちょっと、自分自身も体感してね、そういった勉強しようかなっていうふうに思いました。まあうまくいけばですけどね、僕がコーチになるっていうのも本当に僕の無意識がそれを望んでたらやりますし、まあその施術を実際僕が受けてみてどうかなんですけどね、うん、まあもしかしたら。まあ、コーチングっていうことでね、情報発信始めてるかもしれないし、うん、ちょっとその辺はまだわからないんですが、まあ、実際に投資して、スタートを切るっていうのはもう決まってるので、僕自身のね、まあ、ちょっと成長がね、またさらにこう成長できるんじゃないかっていうふうに、すごく期待を抱いてるというところですね。で、こういうのは何でもそうなんですけど、僕即断即決だったんですよ。うん、話してて、あ、もうこれだなって思ったんですよね。うん、で、もう自分の心の中でも決まってたんですよ。これだっていう風にね、うん。だからもう話終わる頃にはもうお願いしますっていうことで、もう一切考えるとかなかったんですよ。うん、もうそういうのって直感的に今の自分がいいなって思ったことっていうのは僕は信じるようにしてて、で、それがたとえ結果がダメだとしてもね、いいんですよ。うん、それは本当に学びになるんで、自分の直感を信じるっていう部分でね、訓練をするというか、自分の直感に素直になるっていうふうに僕はしたいんですよね。で、それが結果がもしダメだったとしても、自分の直感に頼っ、自分の直感を信じたっていう事実が残るんで、それはそれでいいんですよ。それで自分の直感を信じて行動ができたっていう事実、それが残ることによって僕はいいと思ってるんで、で、さらに、絶対学びにならないってことは絶対にないですから、100% 学びは絶対あるんで、うん、なので、もう、お金を投資するって決めた時点で僕はもう、OK だと。何が起きても OK だというふうに思って、もう、これだなと思ったんで、もう即断即決しましたね。で、やっぱりそういう人と繋がっていたいというか、まあ、やっぱり知ってる人ですよね。知識がある人っていうのは本当に、なかなか出会えないんですよね。うん、生きてても本当に滅多に会えるもんじゃないし、そういう人たちとやっぱりそういう知識があったりとか、経験がある人たちとやっぱり繋がっていたい。で、本当にお金持ちとか、なんでしょうね。
ネットビジネスですごい稼いでる人とかも知らないんですよね。知らずに、逆に言えば知らなくても金って稼げちゃうってことなんですよ。ぶっちゃけ言っちゃうとね。知らなくても稼げちゃう。まあ要は、お金稼ぎたいって本当に心から強く思ってれば、実は稼げちゃうんですけど、どうやって稼ぐかっていうところを僕は考えていきたいし、そのお金をね、どういうふうに作っていくのか。っていうところまでやっぱこだわっていきたいっていうふうに思ってるから、なので逆に言えばそういう勉強したいっていうふうに思ってるんですよね。ただお金、自分がね、お金稼げればいいやっていうような考え方だったら、多分とっくにもっと稼げてるんですよ、僕も。実際。チャンスなんていくらでもありましたし、そういう誘いもあったんですよね。いくらでも、もっと稼げるチャンスってあったんですけど、全部蹴ってるんですよ。それは自分の中でのお金の稼ぎ方にこだわりがあったからっていうところなんですけど、自分のそこだけはブレてないんですけどね、真がっていうんですかね、心の底からやっぱりこういうふうにお金を稼いでいきたいっていうふうな真があったので、なのでそこを守りつつ稼いでいくためには、こういったマインドの部分っていうのは絶対に必要不可欠だなというふうに僕は思ったし、今そういうフェーズに来てるなっていうふうに思ってるので、そういう部分に関してはもう投資は惜しまないってことですね。もう本当にむしろ安いなって思ったぐらいなんで、まあ安くはどうなんでしょうね、安くはないんでしょうけど、僕にとっては安いな、それぐらい価値があるなっていうふうに話を聞いただけで思ったんで、それでお金払って実際やってみてね、どう感じるかっていうのは僕自身の問題なんですけど、絶対にね、無駄にならないっていうね、もう確信してます。まあ今までやってきたことも全部無駄にはなってないんでね、結果的にお金が稼げなかったとかっていうこともあるんですけど、必ず何かしら残ってますから、自分自身の経験としてね、思うように稼げてなくても何かしら残ってるんで、絶対に無駄にはなってないし、無駄にしてないってことですね、自分自身が。なので、まあ、ちょっとでもね、この動画聞いてもらって、まあ、見方ですよね。物の考え方とか、起きてる事実っていうのはやっぱ変えられないわけですよ。変わらないじゃないですか、実際に。だけど、自分の解釈っていうのは変えることができるんですよね。で、本当にいいように解釈する癖っていうのは、本当にね、人生楽しく幸せに生きるためにすごく重要なことなんで、そこの部分っていうのは、持ってた方がいいかなと、いうふうに思いますね。まあ、もちろん全部が全部ね、いいように考えることっていうのはなかなか難しいんですけど、なるべく起きてる出来事をね、いい風に自分のプラスになるように解釈できるっていうのはすごい必要なことかなと思いますんで、ぜひ、何か感じていただけたら幸いです。まあ、今日はこれで動画は終わりになります。まあ、またですね、コーチングちょっと来月受けるんですけど、1回目ですね、何か、シェアできることがあればですね、どんどんシェアしていきたいというふうに思ってますので、ぜひ楽しみにしておいてください。はい。それでは、最後まで、動画をご覧いただき、本当にありがとうございました。感謝いたします。僕の方で無料のメルマガやっておりまして、動画の下記説明欄にメルマガ登録の URL を貼っておりますので、そちらからご登録よろしくお願いします。で、YouTube のチャンネル登録いただきますと、新着動画漏れなく見ていただけますので、こちらのチェックもぜひよろしくお願いします。それでは最後までお聞きいただき、ありがとうございました。